長井雅楽、長井歌は、江戸時代末期、幕末の長州藩士。役職は、直滅家。一般的な指名である雅楽は、通称で、意名縄時常。長井家は、主家毛利家の初流秋福原氏の一族で、毛利家と同じく、大江広元が、祖先にあたり、毛利家家臣団の中でも名門であった。萩藩士大久美四中郎。 長井二郎衛門康則の長男として生まれた。文政五年、1822年、4歳の時に、父が病死したため、家督を継いだが、この時幼少のためということで家徳を半分に減らされた。その後、藩校の名林館で学び、時の藩主、毛利高近の故障、奥番頭となった。その災名さから高近から熱い信任を受け、高近の生死である、 毛利貞博の後見人にもなった。そして、安政五年、1858年、長州藩の重役である時期目付となる。当初より、雅学は、開国論者であったため、文久元年、1861年に、後部一話に基づいた、公開演略策を藩主に検白し、これが反論となされた。その後、朝廷や幕府の後部合体派に、これを歓迎され、 11月には、藩主、高地下と共に、江戸に入り老中、久世広金、安藤信正と会見。翌月に正式に、同作を建白して、後部の終戦を依頼された。しかし、藩内の吉田松陰とその文化生が主流である、尊老上位派とは対立関係にあり、伊伊直介の安静の大国で、松影が捕獲され、後の江戸後僧に対しても強硬な対抗策を取らなかった。 このため、後に、松陰の弟子である、草加玄瑞や前原一世らに暗殺を計画される。文久2年、1862年、幕府で、後部合体を進めていた、安藤や、久ぜらが、坂下門外の変で失脚すると判内で、上位派が勢力を盛り返し、長いの排斥運動が激しくなった。同年3月、再度入居したが、この頃には、 尊上激派の対等が著しく、岩倉智美や草からの朝廷工作もあり、長井の説は朝廷を誹謗する者として聞き入れられず、高地下により帰国禁止を命じられた。同年6月に免職され、帰国。翌、文久3年、1863年、雅学は、長州藩の責任をすべて取る形で切腹を命じられた。長井本人も、 この措置には納得しておらず、また、長いを指示する、藩士は、未だ多くいたが、反論が二分され、内乱が起きることを憂いて、切腹を受け入れ、同年2月、萩城下、肘原の自邸にて、県市役政四国塩屋省のもとに切腹した。去年45、万43歳没。長女、貞子は後に、富岡製糸場で勤務した。高杉晋作の父、 高杉小中太とは、長年性しつけの同役を務めた友人同士であった。切腹の前日、小中太へ身の潔白を訴え維持の飛護を依頼する長文の手紙を出し、末尾に濡れ衣のかかる浮き身は、数ならでただ思われる国の行く末と自世の歌を残している。公開演略作は、当時の状況を冷静に認識し、現実的な方針政策であったことは今日では、 確たる事実である。なお、長いと対立関係にあった、草からの上位派であるが、いわゆる鎖国を維持するための徹底抗戦といった、非現実路線ではなく、海軍強化による外交力の推進及び通商交渉の強化、これらを順を追った、海国路線という点では一致している。主な争点はあくまで朝廷の立場と、爆犯体制を維持するかしないかであり、当時としては、双方ともに、 総応の現実路線であったため、逆に反論の統一が困難な状況となった側面がある。なお維新後、長井の提唱した公開演略策は却下され、松下孫熟生の桂や高杉徹の手で、明治維新が完遂されたことで、吉田松陰の旧敵と目された長井雅楽の評価が低くなっていると見る向きもある。上記の通り長井の公開演略策は、まず通称を行って、 国力を増し、やがては諸外国を圧倒すべしという論で、吉田松陰、以下文下生の上位論と共通項も多い。しかし、藩の実務を取り仕切る長井はあくまで現実主義者であり、まず思想ありきで行動し、その手段、結果を後回しにしがちな松陰を、長井は批判している。そのことは、とらじ、松陰は、破壊論者なり。 国益を起こすの人にあらずと藩内の過激派として扱っていたことからも伺える。一方、松影も堅実な路線を取る長いを冷たい人物、古速な策を老する関心と、みなし、青年の鬼と呼んで激しく憎悪した記述が残っている。また、松影が文下生の吉田英太郎を老中暗殺計画を促す密書の使者によこした際にも、 その場で密書を読んだ上で英太郎を冷静に悟し、送り返すなど、思い立つと、感情的な側面が目立つ松影とは、両極端な対応がこの場でも出ている。前述の英太郎に対する対応からも、長井は松影を危険視しつつも、特段嫌がらせめた行為は行っていない。ただし、これまでの論争経緯に加え、職務上のこととはいえ安静の大国で習慣中の、 松を江戸へ送る幕府の命を、直目めつけの長井が藩と本人へ伝えたことが、結果的に、松下村塾の熟成から恨みを買うことになった。ただし、実際の長井は、江戸での松陰の生活において、かなり詳細にまた必要以上に幕府に報告、申請書を提出している。これは幕府に対する敬意と牽制であり、また松陰本人をも気づかった対応であった、可能性が高い。 あとに、長井の真意を知った、松下孫塾卒塾生の一部は、長井の家族を庇越している。実直な現実主義者の長井は、堅実な反面、その思想行動は、名門の出自からも、あくまで爆反体制を維持するという縛りからは、逃れていない。また身分を隔てなく交流、教育に励み、その人間的魅力も、相まって思想理念を幅広い層に浸透させた松陰と違い、 長井はあくまで上級武士としてのメンツ、交友に止まったため、その持論を支持した総も当時の上流階級に限定される形となった。上記の通り、出来る限りの現状維持路線を取った長井であるが、その後継者には恵まれなかった。これは先走るものの、最終的にその理想論を弟子たちが昇華させた松影とは対照的であり、歴史の皮肉と言える。ただし、 長井の公開演略作は、幕府主導の変革路線としては、最も優秀な作の一つとされており、あくまで想像の話ながら、しばしば創作の歴史題材に挙げられる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。